アイドルグループ、スノーマン、目黒蓮さんが2023年11月4日、先輩グループ、カトゥーン、亀梨和也さんの YouTube 動画にゲストで出演。自分が変わるきっかけになった、という言葉を明かした。目黒の活躍ぶりに亀梨さん、売れたなぁ。話題の動画は、初コラボ、スノーマン目黒蓮とドライブデート。10月17日に YouTube チャンネルを開設してから初めてのゲストとなった目黒さん。今回は、プライベートでも親交のある二人が、共に夕飯の料理をするべく、ドライブがてら買い出しに行く道中の様子が公開された。動画冒頭、亀梨さんの運転する車に乗り込んだ目黒さんが、二人で写ってるっていうのが初めてじゃないですか。と話しかけると、亀梨さんは、初めてだね。売れたなぁ、びっくり、するくらい、売れてるよ、と目黒さんの活躍を称賛。二人の出会いは、まだ、目黒さんが、宇宙シックス、の頃に僕のソロコンサートに出てもらって、と、目黒さんがまだジュニアだった頃だったとし、過去の思い出話に花を咲かせる。亀梨、俺から見たら当たり前の話だった。亀梨さん曰く、当時ライブ終わりの打ち上げの場で、みんながいる前で申し訳ないけど、このグループが体制したかったら、自分が出たいのはわかるけど俺が宇宙シックスのメンバーだったら、まず目黒を売れさせるね、みたいな話をしたんだよね、と、当時から目黒さんを買っていたことを告白した。目黒さんは高身長なこともあってグループの端で踊っていることが多かったというが、目黒さんもめっちゃ鮮明に覚えてます、と照れ笑い。しかしその一方で、僕自身もそんなこと言われたことがなかったので、亀梨さんが何を言ってるんだろうじゃないですけど、とピンと来ていなかったと明かす。すると亀梨さんは他のやっこらも個性があって頑張ってたけど、このチームがまず最初にドンってスタートを切るならまず目黒連だろうっていうのは、俺から見たら当たり前の話だった、と振り返り、目黒さんは、最初はあんまり信じられない言葉だったんですけど、そこから自分が変われたきっかけだった、と笑顔に。そこから交流が増えていったと言い、僕にとって亀梨くんはガチでお世話になった先輩。と改めて感謝の気持ちを伝えるのだった。